はい、皆さんこんにちは、さすらいのあきんどです。今回はですね、全日本模型ホビーショーでも見て気になっていたこちらのプラモデルを買ってしまいましたので紹介したいと思います。こちらですね、バンダイからのプラモデル、フィギュアライズスタンダード12分の1ウルトラマン B タイプですね。こちらのプラモデルが新発売になったので紹介していきたいと思います。はい、それでは箱の外側の方から見ていきたいと思います。まず箱にはですね、こういったイラストですね、イラストになっています。そしてこちら買ったらですね、リミテッド初回限定バージョンでした。初回限定特典としてポスターが付属するですね、ポスターが付属する形に、なっています。そしてこちらですね、箱絵の側面は商品の説明、かなりですね、ガシガシですね稼働する、プラモデルだと、プラモデルみたいです。そして、まあ、こういったですね、かっこいい戦闘ポーズも、まあ、取れそうですね。かっこいいですね。そしてこういった、クリアパーツで、クリアパーツでこういったエフェクトもつくと。そして銃ですね、銃の方も、新たに付属するという形。そして最大の特徴がですね、こちら LED ユニットですね。 LED ユニットが、あって、目とですね、このカラータイマーのところが、まあ、光るという形になるようです。そして、まあ、カラータイマー色変わりそうですね。赤い色にもなるみたいです。かっこいいですね。そして、こちら、パーツの方がですね、グロスインジェクションエクストラフィニッシュという形で、かなり、質感のあるですね、ツヤ感のある、パーツが、特徴的だそうです。そしてこちらですね、ウルトラマン B タイプについての説明ですね。書いてあるのを読んでみますね。早田進次郎がウルトラマンスーツを身にまとった姿、スーツなんですねこれ、数々の戦闘を経験成長したことで以前のスーツでは彼の能力に、ついていけなくなってしまった。そのことに気がついた科学特捜隊の遺伝の手により、軽量化や、各種補助モーターの改良、新兵装の追加が施された新型スーツ B タイプが誕生する。あ、だから B タイプなんですね。新型スーツを身にまとい、進次郎は平和を守るために新たな戦いの場へと向かうということなので、こちら改良はですね、A タイプというのがあるのかな、B タイプというふうに、改良した形の、ウルトラマンスーツ。ウルトラマンというのはこれ人が着るスーツみたいですね。という形に、なってますんで、こちらの、ウルトラマン新しいプラモデルですね。次はじゃあ中身の方を見ていきたいと思います。はい、それでは箱の方開けていきたいと思います。ちょっとドキドキしますね。ちょっと箱開けていきます。箱を開けた感じがこちらまずですね、このパーツちょっと、すいません、袋パリパリしますけども、これがそうですね、これ顔のパーツですね。顔のパーツとか、ボディのパーツですね。このシルバー部分ですね、こちらかなりですねツヤ感のある、ちょっと落ち着いた感じのシルバーですね。綺麗な色のシルバーのパーツになっています。こちら、これがですねグロスインジェクションなんでしょうかね。これかなり赤くてですねツヤツヤしたパーツ、赤もですね結構落ち着いた感じの赤ですね。朱色というよりも少し、暗めの感じの赤で結構、ツヤのある、これがグロスインジェクションですかね。パーツ自体にツヤがあります。そしてクリアパーツとかですねの入った袋ですね。そしてこちらも、ね、さっきと同じですね、シルバー系のパーツ、綺麗なシルバー、このシルバーも結構、渋めのシルバーになっています。あ、これ特徴的ですね。これが、かなり、特徴的なパーツで、グロスインジェクションのまさにグロスですね。綺麗な、ツヤ感のある赤いパーツですね。グロスインジェクションの特徴をよく表している赤いパーツの、ランナー。そしてこれ武器ですね。これ武器パーツですね。大きな武器パーツがついて、その奥の方にはですね、クリア系のパーツのエフェクトですね。クリア系のパーツのエフェクト、そしてシールがついてますね。そしてあ、これ台座がついてる形ですね。こうクリアのベースパーツがついてますね。そしてシールですね、シールがついてるのと台座付きですね。これクリアのベースがついてます。そしてこれが、あ、これ LED ユニットですね。これが、かなりコンパクトなんですけども、多分カラータイマーの方なのかな。 LED ユニットですね。多分電池を入れるであろうネジ、これがスイッチなのかな。 LED ユニットがついてます。そしてこれが、これポスターですね。多分ポスターですね。ちょっと大きくて画面に入りきりませんが、こんな感じのちょうど箱絵の絵ですね。こんな感じのポスターがついてます。かっちょいいですね。これなんかかっこいいんで部屋に貼りたいと思いますけれども、わかりますかね。
と画面に全然入ってないですけども、これが初回特典のポスターみたいですね。裏側は何もありません、画面のポスターです。そしてこれが説明書ですね。説明書かっこいいですね。このイラストもなかなかかっこいいですね。これが説明書になります。裏面こんな感じですね。あ、これ武器についての説明も書いてありますね。何て読むでしょう、マーズ133書いて読むでしょうかね。進次郎に開発されたための進次郎専用に開発された新たなスペシウムライフル、スペシウムライフルなんですね。ウルトラマンスーツに与えられた各種兵装、スペシウム光線、スペシウムブレード等の使用にはスーツそのものの動力源であるスペシウムエネルギーを消費する。ほうほうほう。当然ながら戦闘状態によってはスーツの運用と兵装の使用でエネルギーの消費は激しくなり、万が一にもエネルギー切れを起こせばスーツはただの拘束具となってしまう。重くなっちゃうんですね。そのため少しでもエネルギーの消費を抑えるように、井手の手により進次郎にも諸星のスーツ同様に外部兵装が与えられることとなった。諸星ってのは諸星らのことでしょうかね。こういった外部兵装も作るようです。かなりかっこいい感じですね。そして中身がこんな感じですね。組み立ての説明書もこちら画面はカラーですね。中は白黒なのかな、中白黒ですね。こういった感じの組み立て説明書、相変わらず CG 系の説明で、説明書もかっこいいですね。ただ組み立て工程自体はそんなに複雑ではないみたいなので、簡単に組んでいけるんじゃないかなと思います。説明書もかっこいいです。ということで、こちらですね、新しく発売になったウルトラマンフィギュアライズスタンダードウルトラマン B タイプですね。なかなか、まあ、台座もついて LED ユニットもついて、まあ、お値段的には結構するキットなんですけども、なかなかかっこよくていいキットなんじゃないかなと思いますけれども、私ですね、実はこのウルトラマンのですね、ウルトラマンの原作ですね、このプラモデルの原作になったウルトラマンをまだ読んでいません。プラモデルがかっこいいから買っちゃっただけで、この原作のですねウルトラマンという漫画は、まだ読んでいないので、早速ですね読んでみたいと思います。どんな漫画なんでしょう。はい、ということでですね、早速本屋さんに行ってですねウルトラマンの1巻買ってきました。こちら月刊ヒーローズに連載されているんですね、今でも、漫画ですね、ウルトラマンという漫画ですね。めちゃめちゃかっこいいですね。かっこいいウルトラマンの姿が表紙になっているこちらのウルトラマンですね、漫画の第1巻を買ってみました。なんか書いてますね、初代ウルトラマンだった早田真の息子、早田真次郎、彼は父の体に残っていたウルトラマン因子の影響で生まれながら特殊な能力を持っていた。平和と思えていた真次郎の生活は突然仕向けられた敵の攻撃によって一変、抗えない運命に巻き込まれていくということだそうですね。どんな漫画なんでしょうか。まあ、ちょっと中身は、まあ、お見せできないんですけども、まあ、パラパラパラっとなんか、カラーのイラストが最初に載ってますね。かっちょいいですね、このカラーのイラスト、まあ、パラパラなんですけどかっちょいいですね。ちょっとじゃあ読んでみたいと思います。こちら、ウルトラマンの漫画ですね、今第1巻ですけどもちょっと読んでみたいと思います。はい、ということでウルトラマンの1巻読んでみました。もうこの漫画ですね、かっこいいですね。絵もですね非常にスタイリッシュ、私が漫画のことをですね言うのはちょっとおこがましいんですけども、とってもですねスタイリッシュな絵で、ウルトラマン、まあ、お話としてはウルトラマンですね、あの大きなウルトラマンが怪獣とか異星人とですね戦って帰っていってからの話みたいですね。ウルトラマンが、自分の星に帰っていった後、残された地球のですね早田隊員ですね、いわゆるあの早田隊員ですね、早田隊員とその息子ですね、進次郎くんというのはその息子みたいなんですけども、その息子の進次郎くんとの、お話で、また新たにですね地球に危機が迫っているみたいな感じのお話で、非常にですねストーリーも楽しいですね。かなりですねかっこよくアレンジされた、まあ、これウルトラマン自身ではなくてウルトラマンスーツなんですけど、スーツだったみたいなんですけども、めちゃくちゃかっこいいですね。アクションシーンもですね、まあ漫画ならではというかですね、かなりですねアクションも綺麗に描かれていて、とっても漫画面白かったです。私がですね一巻を見た率直な感想を言わせてもらうと、早く続き見たいっていう感じですね。続きが早く見たいと思うような漫画なので、気になった方はこちらの漫画の方もですね合わせて見られたらいかがですか。絶対ですねこのキット
に合わせてですね、損をしないかっこよさがこの漫画ありました。私はちょっとお勧めしたいと思います。とてもですね、かっこよくていい漫画ですので、この先も読んでみたいとぜひ思いましたね。続き読みたいですと思うような漫画でした。それではですね、こちら、ウルトラマンのプラモデル作っていきたいと思うんですけども、最後にですね、ちょっと補足なんですけども、これですね、このキット、LED ユニットですね、LED ユニットに電池がついていません。まあ、当然なんですけども、なんでまあ基本的には皆さん光らすと思うんですけども、光らす方はボタン電池ですね、これ書いてますね、ボタン電池の LR41 っていうちっちゃいボタン電池が2つ必要なので、あらかじめですね、光らせる方は、このボタン電池ですね、これ別売りになってますので、これを、ご用意される方がいいかと思います。このボタン電池は別売りで、自分で、別に買わないといけないということなので、私買ってきましたけれども、ボタン電池が必要です。それではですね、次回は、こちらをですね、仮組みしてどんな感じになるのか見ていきたいと思います。かっこいいプラモデルです。やっぱ買ってよかったな。かっこいいプラモデルです。